聖書を拝読します。エゼキエル47:1-5とガラテヤ5:19-21です。エゼキエル47:1-5、彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。見ると水が神殿の敷居の下から東の方へと流れ出ていた。神殿が東に向いていたからである。その水は神殿の南、宮の右側の下から流れていた。5節までです。ガラテヤ5:19-21、肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、曽根み、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。アーメン。映像で用意された金の光聖歌団員の賛美の後、信仰を図ると13回目のメッセージを聞きます。愛する聖徒の皆さん、全世界と全国の司教会と司聖殿の聖徒の皆さん、全世界でインターネットで礼拝を捧げているすべての聖徒の皆さん、 GCN の視聴者の皆さん、しおれて力なく垂れ下がっている植物に水と栄養分をやって太陽の光を当たると、太陽の光に当てると嘘のようにもう一度咲き始める様子を見たことがあるでしょうか。私は救われない罪を犯してやつれて死にかけていた生徒たちがこのように生き返る姿をたくさん見ました。霊的な水と栄養分、そして火の光、すなわち御言葉と涙の祈り、愛を注ぐと悔い改めてもう一度霊的な生気が戻りました。それどころか救われない罪の次元を超えて死に至る罪を犯して望みが絶たれた生徒たちも生き返るのを見ました。今日も前回に続いて救われない罪について説明します。ひょっとして未だに救われない罪の中にとどまっていて恐れを感じている人がいるでしょうか。今日のメッセージが父なる神様が皆さんにくださる霊的な水と光であることを信じてよく受け入れますように、それでもう一度聖気で満たされた愛される子供に変えられますよう主の御名によってお願いします。生徒の皆さん、視聴者の皆さん、前回に続いて救われない罪である明白な肉の行いについて調べてみます。本文ガラテヤ5:19-21前半節に肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、曽根み、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものですとあります。御言葉で分かるように分派も明白な肉の行いのに当たります。前回説明したようにキリスト教で分派とは救い主イエス・キリストを否定すること、すなわち異端のことです。第2ペテロ 2:1 に彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちをたっと一で買い取ってくださった主を否定するようなことさえして、自分たちの身に速やかな滅びを招いていますとある通りです。聖書はこのように神様を信じると言いながらも自分たちをたっと一で買い取ってくださった主イエス・キリストを否定する者たちを異端と定義しています。そういう代表的な団体がありますね。先週言ったでしょう。どこだと言いましたか？どこ？エホバの証人。エホバの証人では神様だけ信じてイエス・キリストは否認するのです。このように聖書にはっきりと反しているところを異端だというのです。また異端的な信仰が自分を滅びに導くと厳しく警告しています。これとともに必ず知っておくべきことがあります。それは聖書以外の物差しで、すなわち極めて主観的な基準で主の体なる教会と聖徒を異端だと安易に裁いて罪で定めてはいけないということです。
聖書御言葉に基づいて異端を見分けるべきであって、他の基準を持って裁いたりしてはいけないのです。自分の考えという物差しで裁いてはなおさらいけないでしょうし、これは主に立ち向かう罪なのです。しかも明らかな聖書の聖霊の御業が伴う教会をむやみに異端だと罪に定めるなら、これは裁いて罪に定める罪に聖霊を冒涜する罪を加えることになります。したがって必ず聖書を根拠として異端分派を見分けなければなりません。どころが今日、主観的な物差しで他の教団や教会を異端だと裁いて罪に定める人がどれほどたくさんでしょう、どれほど多いでしょうか。また世が霊的にとても混濁して人の思想や哲学が発達しながら、誠の真理をかえって排斥して間違った異端思想に惑わされる場合も多いのです。このようなことも御言葉に基づいて見分けなければなりません。第1ヨハネ 4-2 から3前半節に、人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。神からの霊があるなら、反対の敵である悪魔からの霊もあるでしょう。イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありません。それは反キリストの霊ですとあります。それによって神からの霊を知りなさい。何によって知るとありますか。自分が神からの霊なのか、反キリストの霊、闇、悪魔からの霊なのか。人となってきたイエス・キリストを告白する、つまり信じるということです。信じて告白するのです。人となってきたイエス・キリストを救い主として告白すること。皆さんは人となって来られた主を告白しますか。信じていますか。見ましたか。見ましたか。歴史の証拠があるから見たのと同じですね。皆さんのひいおじいさん、おばあさんはいましたか。見たことないから知らないのですか。見なくても知っているでしょう。イエス様が人となって来られたことも歴史的に確かに証明されているのです。人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。皆さんは告白しているから神からのものですね。そうですね。イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありません。それは反キリストの霊です。反キリストの反対ですね。反キリスト。ところでこの時イエスを告白するということは、口先だけで信じますということではありません。口先だけなら信じますといくらでも偽りを言うこともできるから、自分の実生活の中でイエス様の教え通りに生きる行いが伴うことです。つまりイエスを救い主だと告白するなら、生活の中で御言葉通りに光の中で生きるようになるのです。光の中を歩んでいる行いが伴うのです。神の命令を守ってその通りに生きるのです。そうでないなら自分自身を顧みてください。私は本当に神様を信じてイエスが救い主だと信じているのか、その方が私の罪をあがなうために苦しみを受けて血を流して茨の冠をかぶって手足に釘を打たれてむごたらしく死なれたことを本当に信じているのか。信じると言いながら、神様が一人子をなだめの供え物として渡すまで私を愛してくださったのに、こんな死に至る罪を犯すことがあり得るのか。本当に信じるなら、これは到底ありえないことだ。良心が少しでもあるなら、そんなことをするはずがないのです。自分のために命を与えてくださったのに、天の栄光の水を捨ててこられたのに、その方が嫌われる死に至る罪を犯すことができるかということです。
愛するなら信じるならそうはできないのです。だからそんな人は良心が麻痺しているのです。良心自体がないのです。つまり信じないということです。信じないから光の中で御言葉通りに生きないし、死に至る罪を犯すのです。例えばこの教会はただ主の御言葉通り生きているので、神様はその身として力をお与えになりました。聖書のあちこちに神様をどうすれば見られる、どうすれば見つけられる、どうすれば神の力を授かるか、全部記されていますね。昔の信仰の人々も私たちも神様を愛して信じるから、御言葉通りに生きて悪はどんな悪でも避けて清められれば神の力が現れるのです。皆さんの中で多くの方が神の力が込められたハンカチで祈って癒されるなど御業をたくさん体験しているでしょう。神様はその身として力をお与えになりました。生徒の皆さんのほとんどが御言葉通りに生きようと努めているので、その力を体験しています。また神の力が込められたハンカチと無安の甘い水を通して生徒が神の力を表したりもします。詩編62の11に、神は一度告げられた、二度私はそれを聞いた、力は神のものであることとあります。力は神のものであるのです。敵である悪魔、闇のものではなくて神様のものなのです。したがって誠の証拠を持っている皆さんは固く信仰に立ち、決して偽りに惑わされませんように、私たちの救い主イエス・キリストの皆によってお願いします。愛する生徒の皆さん、酩酊も明白な肉の行いの一つです。酩酊、皆さんの中にはお酒に酔う方はいないでしょう。初心の者、教会に来たばかりで真理を知らない方は教会の外、自分の家などでは飲むかもしれませんが、真理を聞いて知っている皆さんにはいないでしょう。酩酊も明白な肉の行いの一つです。エペソ5の18に、また酒に酔ってはいけません、そこには放蕩があるからです、御霊に満たされなさいとあります。酒に酔うと判断力と自制力が弱くなります。なぜお酒に酔ってはいけないというのか、判断力自制力が弱くなるからです。箴言20の1には、これについて、葡萄酒はあざけるもの、強い酒は騒ぐもの、これに惑わされるものは皆知恵がないとあります。つまり仮にお酒を飲んだとしても、それ自体で地獄に行くというのではなくて、お酒に酔ってしまうとそれによる結果があまりにも良くないということです。葡萄酒はあざけるもの、酔っ払えばよく周りの人をあざけりますね。道路が自分のうちのようにカッポしたり、誰にでも絡んだり突っかかったりするし、傍若無人です。全部ではありませんが、ほとんどがそうなるのです。酔っ払ったら、強い酒は騒ぐもの、酔っ払えば騒ぎますね。口数が少ない内気な人でも、酔っ払ったら人が変わって口数が多くなって、それまで言えなかったことをぶちまけるのです。友達の間で誤解されて、内気な性格のため言えなかったことも酒が入れば言えるじゃないですか。お前、俺のことをそんな風に言ったのか、ひどいじゃないかなど、酔っていないならそんなこと言えないのに、酔っ払えばそうなるのです。強い酒は騒ぐもの、これに惑わされるものは皆知恵がないとあります。聖書にはその時代にあって正しい人と呼ばれていたノアでさえ、葡萄酒に酔って失敗する場面が出てきます。つまり昼間酒に酔って裸のまま眠ってしまったのです。夜でもなく昼間にそうしたのです。彼の次男はこれを兄弟たちに告げて、次男が悪いですね、
父親を愛するなら父親の失敗を隠して言うべきではないのに兄弟たちに告げたのです。このことを知ったノアは次男を呪ってしまいました。父親も問題がありますね。本人が酒に酔って失敗したなら息子たちの前に恥ずかしく思ってすまないと言えばいいのに、かえって次男を呪ってしまうのです。その呪いの結果が今日まで続いているじゃないですか。家庭に悲劇が起こったのです。自分の息子なのに呪ってしまったのです。酒のせいで。酒に酔ったらこのように言動に過ちが起きて、さらには抑えられないほど乱暴になったりもします。ノアは酒に酔っていたからそうしたと思えますが、でもすでに冷めていたでしょう。それなのに呪ってしまったのです。発端は自分なのに、呪うことまではなかったのに呪ってしまって、その子孫が今日までそのせいで苦しんでいるのです。ある人はわざと酒を飲んで酒の勢いを借りて暴行や殺人のような大きな罪を犯したりもします。また酒に酔うとたびたび暴力を振るって家族を傷つけたり苦しめたりする人もたくさんいます。だから酒に酔ってはいけないでしょう。ひょっとして生徒の皆さんの中で、初心の者の方の中でそういう方がいるなら、今日家に帰って家族に悔い改めてください。酒に酔って子供たちや奥さんを苦しめたりするなら、どれほど悪い習慣で悪いことでしょうか。また思いをコントロールできません。真理でない思いを巡らすようになります。これは聖なる神の子供とはあまりにもかけ離れた姿です。ところである人は疑問を持ったりします。聖書のあちこちに神の先民イスラエルの民がブドウ酒を飲んだ記述があるからです。これはイスラエルでは水が貴重なので、神様がブドウ汁のようなものを飲み物として許されたのです。お酒自体に罪があるわけではないでしょう。飲むこと自体が罪ではないのです。ドイツなどでは水の代わりにビールを飲むそうです。だからビールが発達していますね。飲み水が貴重だから。ドイツは山などの土質が石灰質だから、湧き水とか川の水が飲めないのです。浄化していない水は飲んではいけないのです。ヨーロッパにはそんなところが多いようです。だからか最近は分かりませんが、私が1989年にヨーロッパのいろんな国に行ったんですが、お年寄りに背中が曲がった人が結構いました。なぜかと聞いたら、石灰分が水に含まれているからだそうです。それでそういうことを防ぐためにビールが発達して、水の代わりにビールを飲んでいるのです。聖書にも胃のために、またたびたび起こる病気のためにも少量のブドウ酒を用いなさいとありますね。だから酒自体に罪があるわけではないけれど、酩酊を禁じた理由は酒に酔うことによって悪い行い、言葉、悪い習慣などが出てくるからなのです。それでその結果として罪を犯すようになるのです。しかし旧約聖書を見ると、自分を神様の前に聖別して捧げたナジル人にはブドウ酒と強い酒を禁じられたことが分かります。またアロンと彼の子孫、すなわち祭司が会見の天幕に入る時もブドウ酒と強い酒を禁じられました。
第一ペテロ2の9には次のようにあります。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされたためです。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方に述べ伝えるためなのです。この御言葉のように皆さんは王である祭司です。また聖なる神様に似たもの、光と塩となって多くの魂を神様に導く使命を委ねられた方々です。このような皆さんが先によって聖でない行いと悪い行動でむしろ栄光を遮るなら、どうして聖別された神の子供と言えるでしょうか。ところである人は、酒に酔ってはいけませんとあるから酔わないほどだけ飲めば大丈夫と言ったりもします。しかし現実的に酒に酔わないほどだけ飲むことはほとんどありません。酒を飲む目的自体が酔うことだからです。また少し飲んでも飲んだ分は酔うのです。問題は一度だけでなく繰り返し飲んで酔うから失敗してしまうのです。ですから最初から飲んではいけないのです。箴言23の31には、ブドウ酒が赤く杯の中で輝き滑らかにこぼれるとき、それを見てはならないとあります。初めから見てはならないのです。つまり心が守れないとすれば、最初から見てはならないと書いてあるのです。また聖別されたナジル人にはブドウ酒を禁じられましたが、初めからブドウの木から出るすべてその種や皮も食べてはならないと命じられました。つまり聖殿の中で神の働きをする人は酒を飲んで酔ってはいけないので、初めから禁じているのです。見てはならない、触ってもならないと。もし聖殿の中で酒に酔っているなら、それは大きい罪です。世の人でも教会に来るときはお酒を飲まないのです。聖なる神の宮に神様がご覧になっているのにお酒を飲んでくることがあってはいけないでしょう。このようにほんの小さいことでも妥協しないで御言葉そのまま行うことが御心です。これについての証を一つ紹介します。ある執事が酒については妥協する信仰生活をしていました。そのうち酒のために愛する妻と二人の息子を残して急死したのですが、私の祈りを受けて劇的に生き返りました。その方は2002年2週連続特別リバイバル聖会で私の祈りを受けて視力が回復する体験もしました。それなのにいつの間にか酒を飲むことを大したことではないと思ったそうです。人に合わせるには仕方がないと思いながら、酒を飲んでも相手に迷惑をかけないから大丈夫だと自分を合理化したのです。神様は愛の懲らしめを通してこれについて何度も悟らせてくださいました。膝と頭に大怪我をしたり、子供たちにチック障害が現れたりもしました。チックとは、子供たちが特別な理由もなく自分でも知らないうちに顔と首、肩などの体の一部分をとても早く繰り返して動かしたり、変な声を出すことを言います。親の過ちのせいで子どもに問題が起こる場合がたまにあります。生徒の皆さん、自分は何の罪も犯していないのに怪我をしたりすることがあります。自分には何の過ちもないのに、それは親との霊的な絆が原因の場合があります。親が神様を信じない人なら絆はできないのですが、でも教会に月1回2回は来ている人なら、そういう場合は親が罪を犯せばその懲らしめとして子供に問題が起こることがあるのです。神様は愛であるので、
その親を悔い改めさせて信仰を植え付けて救おうとそうなさるのであって、親の罪を子供に負わせて懲らしめるのではないのです。それなのにその時悔い改めるだけで再び世と妥協することを繰り返しました。そんなある日、とうとう急死するまでになりました。昇進した記念に酒を飲んで帰宅したのですが、部屋で横になってしばらくしてついに呼吸が止まってしまったのです。呼吸が止まったから死んだのです。それで奥さんは電話に録音された私の祈りを受けさせて、ご主人の代わりに泣き叫びながら悔い改めたそうです。そしてその当時、本教会の金曜徹夜礼拝に参加するために本教会に来ていた担任牧師を通して私に祈りを依頼しました。それで私は礼拝の前に心臓を冷めなさいと命じて切に祈りました。奥さんによると、ちょうど私が祈ったその時、10時53分ごろ、驚いたことにご主人がふっという声とともに生き返ったそうです。このことをきっかけに、その方は妥協する信仰から立ち返りました。聖徒の皆さん、神様はこのように生きておられ、皆さんの一挙手一投足をご覧になっています。子どもが妥協するのではなく、ただ御言葉に従って光の中にとどまることを切に望んでおられます。またそう生きようとするとき、必ず恵みを与えて強くしてくださいます。従って神の子どもらしく、いつも身を慎んで、ただ神様の清さと完全さを表すように努めますように。またどんなことでも酒に頼るのではなく、聖霊により頼みますように。世の酒によって生きるのではなく、ただ聖霊に満たされて誠の喜びの中で生きていきますように。聖徒の皆さん、遊興も明白な肉の行いの一つです。遊興にはいろいろな種類があります。酒やギャンブルにはまって一家の長の役割と親の責任を果たさないこと、子供がゲームにはまってするべき勉強をしないことも遊興です。子供は勉強に励むべきなのに、反対に勉強を妨げて精神的にも良くないゲームにはまってするべき勉強をしないことも遊興にあたるのです。自分の身と心を守らないで性的な快楽を追い求めて淫らな生活をすること、これは明白な肉の行いですね。能力があるのに怠けて働かないで、気の向くまま周りに迷惑をかけながら暮らすことも遊興に属しています。贅沢が同行して経済的に困った後、罪を犯したり自殺したりすることも、むさぼりに従って放蕩した結果なのです。皆さん、私心、むさぼりはとても恐ろしいです。死に至る罪に引いていくものです。私心、むさぼりは、聖書を読んでもこういう私心、むさぼりは救われない悪だと分かります。だから根こそぎにしなければなりません。死に至る罪だけでなく、もちろんむさぼりもひどい場合は死に至る罪になります。欲も根まで引き抜かなければ信仰の岩に立てないのです。まだ信仰の岩に立っていない方には、こういうむさぼり、私心、欲、そして高ぶり、妬み、そねみ、憎しみなどがあるからです。それらの根がまだ自分の中に残っているから、信仰の岩に立てない原因になるのです。根こそぎにして信仰の岩に立ってこそ、それから御霊の意味に向かっていけるのに、まだならどれほどもどかしいでしょうか。
主を受け入れて聖霊を受けた人は、以前このように遊興に浸って生きていたとしても、今は新しい人になって、以前の生活を捨てて主に似た聖なる子供になるために努力しなければなりません。聖でない習慣は些細なことででも、火のように祈りながらコツコツと捨てていきますように。愛する生徒の皆さん、本文カラテヤ5の19から21には、明白な肉の行いを並べた後、最後に、そういった類のものですとあります。これは、この他にも、つまりここに記されていない肉の行いがたくさんあることを意味しています。もしかしてこの他にももっとあるなら、そんなにたくさんの罪をどうやって全部捨てられるだろうかと、初めから諦めようとする方がいるでしょうか。マルコ 10-27 に、イエス様は彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことですが、神はそうではありません。どんなことでも神にはできるのです。とあります。どんなことでも神にはできるのです。皆さんが変えられようとする意思を見せるなら、神様が助けてくださり強くしてくださいます。いくら罪が多くても、一つ一つ捨てていけば結局は全部捨てられるのです。皆さん、難しいと思う方はこうしてみてください。これより大きい容器に泥水をいっぱい入れてみてください。それは揺らしても泥水、揺らさなくても泥水ですね。到底飲めるとは思えないでしょう。でも浄化してみてください。それにホースをつないで、きれいな水をずっと入れてみてください。泥水が全部あふれ出るまで、あ、画面に出てますね。きれいな水を入れ続ければ、だんだん色が黒から透明に変わっていきますね。ずっと入れれば、結局は全部が透明になるでしょう。すると飲める水になるのです。それでも理解できない方は、家に帰って家中を散らかしておいてみてください。掃除もしないで、本も全部出して、聖書は除いて、本を出して部屋に散らかしておいて、台所も片付けないで置いてみてください。すると、いつそれを全部片付けるんだろうと思うでしょう。でもそのままにしておいてはいけないでしょう。自分が住む家だから掃除しなければ。それで一つ一つ片付けて、この部屋、あの部屋、台所、リビングと一つ一つ掃除していけば、結局は元のきれいな家になるのです。なせばなるのです。自分にいくら罪がたくさんあっても、一つ一つ捨てて、悪い習慣も一つ一つ直してみてください。悪い習慣が等あるなら、一度に全部直せなくても、一つ二つ三つと直していけば、残りは自然に直るのです。必ずしも等を全部直さなくても、三つまで直せば他のものも直るのです。罪もそうやって捨てられるのです。努力してみてください。捨てようと覚悟して心に留めてやってみればできるのです。コツコツと熱心に努力してみてください。するともっと速やかに変えられて御霊の人になれるのです。そうしないでただ挫折していれば、一体どうなるでしょうか。新しいエルサレムとはだんだん遠くなるだけでしょう。このような素晴らしい父なる神様に頼ってください。必ずできます。神様が助けてくださるから。神様は、皆さんがたとえ今は完全ではなくても、どれほど切に変えられることを望んでいるのか、望んでいるのか、努力しているのか、心をご覧になります。自分の信仰の計りに応じて最善を尽くして肉の行いを捨てているなら、まだ捨てられなかった分野が残っていても救われないのではありません。より優れた天国に行けるかどうかが問題で、救われないのではないのです。
しかしもし御言葉を聞いて知っていながらも世の人と同じように気の向くまま罪と悪を行うなら、神様はどんなにもどかしく思われるでしょうか。カラテヤ5の21後半節に、こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありませんとあるように、救われないのです。天国に行けないで反対の地獄に行くのです。だから私があまりにももどかしくて、叫んではまた叫んでまた叫ぶのです。罪を指摘しないでただいい話だけ伝えるなら私も楽でしょう。皆さん、祝福があふれますようにとか、聖霊に満たされますようになど、いいことだけ言うならみんな喜んでアーメンと言うでしょう。でもそんな風に100回1000回言うからといって何の役に立つでしょうか。罪を悟って捨ててこそアーメンと言った通りに祝福が望むのであって、捨ててもいないのに10分の1献金が100万ウォン以上500万1000万に増えますようにアーメンと言うからといって祝福が望むのではないのです。したがって神様が皆さんを信じて期待して待っておられることを心に留めて、速やかに楽に罪を、真理でないものを全部捨てて、速やかに信仰の岩に立って御霊の歩みに入りますように。なせばなるのです。できます。今からでも遅くありません。第2ペテロ3の11から12には、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。そのようにして神の日が来るのを待ち望みとあります。主は必ず再び来られます。そしてやがて皆さんを美しい天国に導き入れられるでしょう。天国にはこの地上でどんなに願っても味わえない誠の安らぎと楽しみと豊かさがあります。このような天国を望んでください。また私たちを愛してこんなに素晴らしい天国を備えられた愛を信じますように。肉の行いを捨てて敬虔な生き方をしようと努めるなら、主はこの地上で生きている間も世が与えることのできない喜びをくださいます。まるで農夫が安らかに休む冬を前にして、蔵に実った果物と穀物をぎっしり収めておいたような平安と喜びを心にいっぱい満たしてくださいます。結論です。愛する生徒の皆さん、視聴者の皆さん、今日の本文カラテヤ5の19から21は、使徒パウロが御霊に感じているうちに記してカラテヤの生徒に送った手紙の一部です。21節に、前にもあらかじめ言ったように今もあなた方にあらかじめ言っておきますとあるように、使徒パウロは生徒に何度も何度も罪について戒めていました。彼はどこで何をしても水際にある小さい子を心配するように、生徒たちがもしかして罪を犯して救いから遠ざかるのではと思っていつも祈りました。私も皆さんすべてが救いに完全に至るように絶えず罪について戒めていくでしょう。これを通して諦めない神様の愛を感じますよう、主の御名によってお願いします。涙の中おらる主、愛の主、それは命与える救いの道。